で、そして、ラブクリップ、ラブクリップ、これを手で組み立てて、それを好きなんです。簡単にする、隠せることが方法です。今のところ、シャ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 シえ？ノーダメージ？どう？ということでこれ使っていきたいと思います。多分この細かい方でやればいいのかね。いきます。もうやっちゃいますね。はい、とっととちょっとね、お風呂入りたいんですよね。これってさ、今思ったんですけど、髪濡らした方がいい説ありますよね。一応セルフカット、なんかセルフカットみたいな調べると、そう、一応あれなんですよ、お風呂じゃなくて、あの髪を濡らす的な、そんなあれがあると思う。しゃ、どんどんやっていこう。もう普通にこれ使っちゃいますよ。もうこれ大丈夫、切れ味大丈夫、めっちゃわかりますね。もうギギギってギギってますけど、いや、やります。髪の毛が切れていく。ガチじゃん。ちょっと本気、ちょっとマジでやろう。本当にちょっと今あれになってきたわ。それてる？それてる？これちょっとパカッと見てみますね。でも今それてるよね。ここほら、こめっちゃほら、こっちこうじゃん。ほら、なくなった。それてるよね、これ。あの、あれの緊張とかで。やばい。めっちゃ感動しました。見てください。今んとこ特に、はい、わからないですね。ちょっとここなくなったぐらいで。あ、いいっすね。全然いいじゃん。全然よくね。これをちょっと、くるりーんってやって、なんかね、動画で見てたんですよ。くるりーんってやったりとかしつつ、なんか切ると、なんか、いいらしいぜ。全然切れへん。これでいい？はい。こんな感じ。あ、まあ悪くないよね。悪くはねえなって感じでしょ。さあ、ここら辺もやっちゃいましょうか。皆さん、これは止めようか。こっち止めて、あんまこうかない説あるぞ。これこうしてこうだ。どう？あ、いいよ。こうです。どう？あ、いいじゃん。そうそう、ここがフリーになるわけ。これ僕もともとなかったんです。ここすごいよね、人間って。これ使います。こうやってやったらいいんだね。多分ほら、使い方合ってない。めちゃめちゃ逸れてる気がする。取れてるというか、カットできてるけど、やっぱこの髪の毛濡らしとくべきだったな。なんか今更思うわ。はい。でもちゃんとこう毛がついてるので、多分できてると思う。あ、落ちてるね、髪の毛。あ、すごいすごいすごい。これ耳だけ傷つけないようにね。耳というか、すごくない？このシステム作った人。結構落ちてるよね。あ、すごい、ほら、すげえ。もうこれ、いてて、これ逆にさ、やべ、買ったのミスったかも。こういう使いこなせねえ。どう？ちょっとスッキリしたんじゃない？いや、全然スッキリしてるんだけどさ。そしてこのトップですね。で、僕は今回ちょっとなるべく、この今なんかよくわかんないですけど、この前髪っていうんですか、ここら辺をなんか伸ばしていきたいようななんか人生を今歩んでるっぽいんで、ちょっとうまくなんかやっていきたいなと思います。ただここがさ、もっさりしすぎてもあれなので、このすきばさみでシャッシャッシャッとやっていくという、そんな作戦でございます。なんかね、動画で見たんですけど、こうやってくるりんってやって、なんか切る。
らしいです。はい、あの違ったら皆さん、あのすいません。しかも痛い、切れねえし、痛えし、切れるし。これあれだな、こいつ使った方がいいんじゃない。あ、すごい、こいつ強えわ。こんなの一気に切れました。すげえ。これでさ、一気にさ、細かい毛、これがこっちの細い方で、あ、これでよくね。え、もしかしてこれで解決する説あるんじゃない。これ1000円カットいってきました風な感じでやれば、こうほらほら見てみて、ほら、え、これチートじゃない、ほら、実はですね、輪ゴム、はい、輪ゴムじゃなくてゴム、これこの前僕髪結構長くったので、これをね、あの母親に借りて後ろ縛ってたんですよ、実はこれをね。これでさ、本当はここチョキンってやった方がいいのかな、どっちなんだろう、やった方がいいのか、やるか。どう、映ってますか。こうやってやるといいらしいっす。全然映ってないだろ、多分。絶望だろ、これ。どう、映ってないでしょ、絶対これ。ちょっとどうしよう。ここを切りたいので、こいつで切っちゃいます。めっちゃ怖い、これ。いけ。こうだ。切れてみえな。ここで必殺、この、これを使います。この、本当は眉毛カッターなんですけど、これ。あ、めっちゃいいじゃん。すごい、ちゃんと切れてたよね、今。そしてこれが取れると、どう、映ってる、ほら、すごい、ちゃんと、あ、後ろ、あ、え、これ今切ったやつ、これ、あ、すごい、え、こんな切れた、もしかして。調整でね、いろいろやっていきます。ここね、横をね、もっと軽くしたいんですよね。やっぱお風呂上がりとかもそうなんだけど、すげえね、あの邪魔なんですよね。僕やっぱ2ブロックってすごいいいなって思います。あと2ブロで今思い出したんですけど、ちょっと雑談していいですか。あ、今見て、すごい、すごい、ちょっと今2ブロで思い出したんですけど、あれですよね、今中学校とかでさ、2ブロ禁止令みたいなのが未だにあるんですよね、世の中の学校で。なんかまあちょっと前に少しそういうので話題になったりとかしてましたけど、まあ、今もぶっちゃけあると思うんですけど、マジ無駄ですよね。だって今僕これやってるじゃないですか、もう無理じゃないですか。で、2ブロってさ、なんか逆に僕爽やか感あっていいなってずっと思ってて、僕が中学校だった時とかも、あのいわゆるヒップホップが好きな人とかはもうやっぱ2ブロの人とか多くて、めちゃめちゃいかついんですけど、その人だけど僕は旗から見てて、え、かっこいいなと思ってて、別にね、問題ないわけですよ。別になんか暴れ回るとかじゃないわけだからさ、別に2ブロってさ、よくねって思うんですよね。なんかそういう、ああいうなんか変なよくわかんない縛りみたいなのを、学校というかお偉いさんとかやってるのを見るとすごい無駄だなって思いますね。それ10になってね、学校楽しい、行くの楽しいってなってさ、モチベーションなんであれば学校に来てくれてさ、話聞いて授業聞いてくれてたらもう最強じゃない。あ、もう先生、この学校って素晴らしいよねってさ、なると思うんですよ。で、生徒の出席率も高くなるわけですよね。で、やっぱこうもっとみんなさ、モテたいと思うから、その分このなんていうの、学校に来てこういう関係が広がってさって思うとさ、めっちゃコスパ良くない？みんな2ブロその禁止とかじゃなくてさ、コスパいいと思うんですよね。あ、いいよっつって、みんな学校に来てって言ってさ、みんなめちゃめちゃ楽しんでさ、おしゃれしてさ、
たいななるんじゃないかなって。でやっぱりこう一番かっこいい人とか一番かわいい女の子はな外見じゃないわ中身よっつってもうあのめちゃめちゃこう勉強してる人がこうやっぱ目立つわけです。結果的に優秀な人がやっぱ出てくるわけですよね。だいぶなんか軽量化できてる気がする。なんかだいぶここら辺うまく感じません？はい。ってことでこれで最後こう縦に入れてみます。とりあえず片付けてみます。やばいですね。